にするバルキリーを援護せよ。キアラ、急いで。はいはい、簡単に言ってくれるよね。
れないよ。これで大体片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。本当、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。作戦会ロックド&ローデット。ファン！フッ！ファン！フッ！絶対メイ先輩に近づけさせないんだ。セッ！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 手段を選ばない。班長と一緒にいると安心します。
よーし、急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった。あなたも無事だったのね。メイ姉様。ウサギ 19C アボノビット。ブローニャはし。
照準えい、ファイヤーえい、ファイヤーえい、発射、システム警告えい、ボイドエクスプロージョン、少し寝てもいい？してるの？艦長。わかったわかった。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス。いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。異常ないはず。ネゲントロピンの特殊戦闘機構解読完了。
境はクリア。重装ウサギ1級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？やよ、あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブロイネちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認。目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？ブロニア！パルプリーシステム、強制コントロールシステム、再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。
メイ姉様、どうかしましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが、姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。